よっと、みんなこんにちは、そらだよ。今日は日曜日だね。まあ明日からさ、月曜日だけれども落ち込まないで、新しい一日が始まると思って楽しんでいこう。でね、今日は俺にいっぱいマシュマロに質問もらっていたから、日本語のやつを返していこうと思います。それではまず初めの質問、Twitter や YouTube のリプライがほぼ英語なので、日本人がリプライしづらいです。日本語でコメント書いてもいいですか？もちろんいいに決まってるじゃん。っていうかさ、もう俺も逆に知りたいんだけれども、日本人というか日本人のみんな、なんでコメントしにくいのかな。まあ英語のコメントもね、もらうとすごい嬉しいけど、日本語のコメントも来ないととても寂しいんだけれども、なんだろう、別に言語って関係ないよ。うん、なんていうのかな、世界中にいろんな言語使ってる人がいるからさ、それでこう壁があるわけじゃなくて、全然自分の思ったことは、ぜひぜひ俺の SNS とか YouTube に書いていてください。俺ちゃんと両方読めるし、ちゃんと両方とも読んでるからね。うん、次はそらくんがオタクになったきっかけの作品や声優さんを教えてもらいたいです。あれでもこれさ、いつか答えたりしなかったかな。うん、まあセーラームーンだよ。月に変わってお足置きよ。月末に家族がアメリカ出張に行くんですが、おすすめのお土産ありますか？ね、もうこれそもそも結構前にもらった質問だから出張終わっちゃってるかもね。ごめんね。俺がね、アメリカで好きなね、お菓子はね、ウェルチーズフルーツスナックスっていうグミ。うん、普通のグミだけど。まあ、それね、スーパーとかに売ってるから検索してみてね。ちっちゃい袋に入ってて、お土産にも分けやすいし、俺も大好きだから俺にくれてもいいよ。うん。こんにちは、ソラさん。私はヌラです。ヌラ、ソラ、なんか名前似てるね。この秋大学に行きます。だから私にアドバイスください。オッケー、ソラがアドバイスをしてやろう。まあ、まずは大学でも気の合う友達を作ることかな。まあ、大学は勉強しに行くところなんだけれども、まあ楽しくないとさ意味ないじゃん。で、楽しいことするためには友達必要でしょ。うん、ということでまずは友達を作る。あとはね、やってみたいなって思うことは何でもやっちゃった方がいいと思うよ。なんかこの間もマネージャーがさ、大人になって仕事が忙しくなると時間が使えなくなるから若いうちにいろいろやっとけって、なんかおっさんっぽいこと言ってたんだけど、多分そういうことになると思うから、若いうちにいっぱいやりたいことをやるといいと思います。どんなタピオカティーが一番好きですか？ストロベリーミルクティーって俺飲んだことないけど、そんなのあるのかな。いちごのやつがあると俺は一番好き。あとね、できればタピオカ自体のその味がいちごのやつが出てほしいなと俺は望んでいます。全世界の、タピオカ店の皆様、ぜひぜひ何卒お願いします。ある日目が覚めたら、そらくんの体が女の子になっていました。そんな時そらくんはどうしますか？朝起きて女の子って多分鏡見るまで気づかない可能性もあるよね。まあでも朝起きて鏡見て知らない人が映っていたら間違いなく驚くよね。あ、でも一つ思いついちゃった、女の子になったらやりたいこと。マネージャーに色仕掛けをしに行く。なんかさ、マネージャーさ、そういうの弱そうなんだよね。うわ、楽しみ。とびっきりに可愛くなってもう色仕掛けしに行ってみる。うわさ、反応超楽しい。俺ね、でもね、可愛くなれる自信ちょっとあるかもしれない。みんなどう思う？俺可愛くなれるかな？てかこれあれだよね、君の名はだよね。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。そらくんは漫画も読みますか？好きなタイトルや作家さんがいたら教えてください。漫画いっぱい読むけれども難しいな、なんか好きな作家さんって言われたら。ほんとね、ツイッターでね、いっぱい書く、今頭の中にこれって出てこない。でもほんとにいっぱい好きな漫画いっぱいあるから、この動画の後にツイッターでこれとかこれとかこれって言うから、それ見てください。ということで今日の俺への質問はこれで終わり。
まあ俺のことがだんだんみんなも分かってくるようになったかな。もっと俺の秘密とかこういうの知りたいなんて思ってるそこの君は、ぜひぜひマシュマロは24時間オープンしているので質問をしてみてください。リンクはね、下のテキスト欄にあるからね。じゃあねー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回もまた見てね。じゃんけんぽん。